突然ですが髪を染めました。眉毛も染めたんだけど、眉毛は全然色抜けなくて髪だけすんごい色抜けちゃったの。まあだいぶ印象が変わると思います。はい、本日はオフ会の告知でございます。完全に俺告知したと思ってたから1週間前になっちゃったけど、まあ告知させてください。3月30日水曜日13時から代々木公園でオフ会があります。俺だけでオフ会やると全然人が集まんないっていうのがね、これまでのオフ会で重々痛いほど分かってます。50キロゼリービーンズのみりんちゃん、チムちゃん、フローウェブのきっぺいくん、ヤリマンのフクレナ、この4人と5人で合同オフ会をやろうと思ってる。ちょっと風が強い。俺と他の4人で視聴者の層が全然違うから、またいろいろ難しいところではあるんだけど、覚え方、体重50キロのムチムチが不老不死のヤリマン、あ、俺はおまけなのかな。やること、俺は知りません。動画に関して配信者も結構多く来ると思うんです。だから誰かしらの動画には映っちゃうって思ってきた方がいいかな。顔ティッシュでくるむとかして対策してくれると嬉しいです。でメンバーなんだけど、ヤリマンがいるでしょう。柴田さんと遊んでた JK が2人いるでしょう。そうなるとさ、変な人が来るでしょう。まあ、ストレートに言っちゃうとビッチとヤリマンが多いです。まあだから変な気持ちで来る人とかもいるかもしんないけど、原則としてはオフ会の中ではパコ禁止です。オフ会の帰りに何人かお持ち帰りしてもらう分には構わないけど、俺一切責任取らないんで、そこら辺はよろしくお願いします。あとは俺からの個人的なお願いだけど、シャープペンの芯のケース、俺持ってこないっつったな。シャープペンの芯のケースでこう立てた時にこう立つやつ、うーん言ってもわかんねえか、まあこいつ画像出してるけど、こういうやつ、まあそういうシャープペンの芯の空のケース集めてるので、オフ会の時に渡してくれたら嬉しいかなって思ってます。ということで、1週間後なんですけど、予定が合えば来てください。あとこの間 YouTuber 同士でラブホテルに行くっていう話を Twitter でしてたんですけど、それが彼女に見つかって振られました。改めまして、3月30日水曜日13時からの代々木公園のオフ会です。よろしくお願いします。ぜひ来てください。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。